昼皆さん美味しいもんいろいろ食べれましたか？皆さんプログラムはもらっていただけましたでしょうか？プログラムの中にクイズラリーあります。クイズに正解した人にはプレゼントをもらえるので、ぜひ皆さんクイズも午後もやってみてくださいね。それではいよいよ午後からはいろんなステージ発表が始まっていきます。そんなステージ発表スタートを切ってくださいますは、毎年4月20日に開催されるみなくち祭りで演奏されるお囃子みなくち囃子の演奏です。みなくち囃子号連会の皆さん、準備はよろしいですか？大丈夫ですか？それではみなくち囃子の皆さん、よろしくお願いします。